まりました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃーん、シャキッとコーン。これはもう皆さんもうお分かりですよね。もうこの間の、大失敗を踏まえて、ちょっと今日は、いろいろ考えてきたんで、それを実際にやってみて、できればリベンジができるかっていう動画やってみたいと思います。じゃあ早速やってみますか。でね、いろいろコメントでアドバイスいただいたりなんかしたのも全部こう読ませていただきました。であと自分でも考えた部分を、全部整理して、どうやったらカリカリのまんまこのシャギとコーンをこうきちんとこうまとめてカリッとしたこれチーズせんべい作れるかっていうこと、まず作戦をね言っとくと、今回はこうクッキングシート、これを使って、この間ちょっとチーズがでかすぎて返すまでに時間かかったっていうのがこう焦げた原因でもあるので、少し小ぶりにしてクッキングシートを使って、でジグジグいったら返さない、返す必要ないんじゃないかな、余熱でそのままいっちゃうぐらいの大きさでやればいけるんじゃないかなっていうね、一応考えてきました。でそのあとコーンを入れるタイミングなんだけど、そのこの間は上に乗せましたよね。そうすると、チーズが油として溶けたところに乗っけるとやっぱりなかなかくっつかないってことは、先にコーンを下に敷いてその上にチーズ乗っけた方がチーズが後からこうビヨンと溶けるに従ってこうくっつくじゃないかっていう、そういうことを考えてきました。ってことで、脳書きはさておいて、早速やってみたいと思います。もうリベンジするぞ、ヘイヘイ。はい、今日の材料説明いきます。はい、シャキッとコーン、それからベーコン 40g、 それからとろけるチーズね。もうこの間と全く同じ材料で、焼き方を変えてやってみます。じゃあやってみますか。よし、さあまずベーコンですけど、この間よりね、さらに細かく切ろうと思う。やっぱりこうコーンと同じぐらいの大きさにすることによって馴染みがもっとさらに良くなるために、さらにこの間より細かく切ります。こんな感じでね、はい、こんな感じでちょっと細かく切ります、ベーコン。はい、切るものはもうこれだけですね。さあ、あとはこのシャキッとコーンね、因縁の相手ね、これに今日は勝てるか。よし、いつも通り開かねえんだよな。よし、ほんと、この鉛筆に見覚えのある方はあれだよね、競馬好きの人だよね。よし、よし、さあそしたらパッとこう開けて、よし、これで準備 OK です。じゃあ早速やってみますね。よし、じゃあね、早速やってみたいと思います。まずね、このクッキングシートね、これをこの鍋にセットして、よし、そしたらこのクッキングシートをこうね、フライパンでやるときはこうなるべくここからはみ出さない大きさにしてくださいね。じゃないとこう燃えちゃったら大変なんで、このぐらいは大丈夫ですけど、あと弱火でやるんでね。でこんな感じでセットして、でそうしましたら、よし、さあそしたらやってみたいと思います。じゃあね、まず火加減だけど、もう本当に弱火でいいと思う。弱火でやっぱりじっくりやった方がいいと思うね。でこれで、さあそしたら今度で先にシャキとコーンをこう乗っけますね、今回の作戦ね。よし、そしたら、はい、こう広げてあげて、よし、これぐらいかな。よし、そしたらここにベーコンちゃんもチラチラチラってこう乗っけてあげて、よし、いやー、リベンジできるかな。もうやられたらやり返す、倍返しだ。よし、こんな感じで平らにのっけて超弱火に今してますね。はい、そしたら、はい、ここにとろけるチーズで、これをこの間よりフライパンいっぱいにならないぐらいのちょっと小ぶりサイズにのっけます。よし、これでチーズが溶けるに従ってこのコーンがくっつくっていう作戦ですよ。よし、うまくいくといいな。よし、今度こそ。この間のでもグローブも美味しかったよね、使い古したグローブみたいなやつ。結構ね、失敗した
っていう割にはね、後でね、結構あれいいつまみになったんですよね。なんか焦げてるからちょっと苦かったんですけど、まあそれはね、それでね、なんか本当慣れちゃうと意外とね、癖になる味にねってまああれを成功とは言えないけどね、今日こそはイメージ通りこうね、綺麗にパリッと焼いて、そこにコーンねっていう綺麗なせんべいを目指します。さあ、そしたらこんな感じで、あ、ジグジグ言ってきましたね。でね、慌てないで超弱火でいきますね。さあ、早くもね、ジグ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 ね、あのチーズが溶けてきましたね。さあ、ここは我慢のところだね。もう動かさないで、きっちりこれが、うん、溶けて、ね、上からこう溶けることによって、こう、コーンとベーコンがくっつくっていうね。うん。この作戦がうまくいくかな。うん、じっくり。よし。ここは、焦らず超弱火でいいと思います。もう完全に、あ、いやー、もうめちゃめちゃチーズのいい香り、いやー、チーズが溶けてきて、もうプーンとチーズのいい匂いが出てきましたね。さてさて、いやー、これはね、まだこの状態ではこうぐじ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 、まだまだ超トロトロ状態だと思うんですけど、もうちょい我慢でしょうね。もうこの状態でもう完全にもうね、コーンとベーコンは混然一体になってますね。チーズですから、まあ、とりあえずその熱から外せば固まる性質があると思うんですよ。だからその完全にこれでこの状態からパリパリいかないでも、ある程度のところで止めればいいと思うんだよね。でこのぐらいの状態で完全にもう止まって、周りが少し焦げてるような状態ですね、今。でこの焦げた色が確認できる。でこれで一旦もう止めちゃいます。今回はこれで若干粗熱が取れたらどうなるかっていうのを見てみたいと思います。今このクッキングシートからまず剥がれるかどうかっていうのも問題ですし、とりあえず今回はこれでちょっと様子見たいと思います。はい、あれからね、5分ぐらいこのパッドのに乗っけてね、ちょっと粗熱取ってみましてね、あの冷凍庫でちょっとね、急激に冷やしてみました。でこんな感じになりましたね。でこれでクッキングシートから剥がれるかって話ですね。あ、もう綺麗に剥がれますね。これ油だから油が弾くんですね。なんだけどこんな感じに仕上がりました。だけどどうだろうな、こうちょっと油っぽくなるんだな、こんなに結構油が。でそしたらちょっとね、油がちょっと余計だな。そしたらちょっとこのキッチンペーパーで余計な油ちょっと拭き取ってみます。よし、よっ。さあこんな感じでどうかな。いやー、まあなんていうか、こうパリパリではないが、この辺はパリパリなんですね。ある程度面白いのができました。でこれはね、まあ理想通りとは言えないけど、まあなんか綺麗な仕上がりになりましたね。これはなんていうのかな、こうほらこんな感じですけど、でもパリパリではないよね。だからやっぱりこのチーズだけだったら簡単にパリパリにいくけど、まあ、なんていうのかな、コーン自体が水分持ってる食材だから、なかなかこう、なんていうか、チーズだけでカリカリした中にこう、入れ込むのは難しいのかもしれないですね。まあ、例えばこう、なんか、じゃこだとか、ある程度もう乾燥してる食材だったら、こう、きれいに、うまくチーズごとカリカリに仕上がるのかもしれないですね。これをじゃあさらにカリカリにするためにもう一回じゃあこれをひっくり返して焼いたらって思うと、まあその油だけがあってこう出てうまくいかないような気がするな。この端のコーンがない部分はこれカリカリになってますからね。なんてことなんで、まあ一つこれは検証としてはちょっとコーン乗っけたらパリパリにはなりづらいぞと。だけどこれはこれとして多分おそらくこうなんていうのかな、このまま食べたら美味しいと思いますけどね。で思ったんですけど、ここがパリパリにならないんであれば、逆にね、それを利用して
こう巻いちゃったらどうなのかなと思ったんですよ。こういう風な状態でこう、そうするとまあよっ、こんな状態でね、で思惑とは違うけど、この状態っていうのは周りがある程度パリパリしてるけど中は柔らかい状態なんで、ちょっと面白い食感になるんじゃないかな。でましてちょっとまあ冷えた状態でこんな状態で取っておきますね。でさあ、そしたらですね、チーズだけでをコーンで合わせてね、カリカリにするっていうのはちょっとコーンの水分量が多いので、カリカリにするっていうのはなかなか難しいっていうのが今の検証で分かったんで、もう一つの可能性をちょっと試しますね。もう一つの可能性として僕が考えてきたのはこのお好み焼き粉ですね。でこれをまあどうやるかって言ったら、まあとりあえずこのコーン缶の汁ありますよね、これも甘みがあるんでこれも活かしたいと思います、どうせなら。でこれをこう入れて、はい、そしたらこのね、残ったベーコンも入れちゃいます。はい、そうしましたら、はい、ここにまあお好み焼きの粉をちょっとこう入れて、よいしょ、まあ大体これもう測ってないんで目分量ですけど、このコーンの汁気に対してこうちょっとね、はい、こんな感じでこう溶いて、でこれでまあある程度そのまあコーンとあれのお好み焼きですよね、こういう状態だと。でだしは入ってないけど、これお好み焼き粉にはこうだしの成分も入ってるし、でコーンの 甘いシロップそのまま利用してますん でこれでね、もうちょいかな、これでちょっとねドロッとした状態作ります。はい、こんな感じで、まあちょっと、よいしょ。うん。これだけだとちょっと水分量足んないな。で、そしたらね、ちょっとだけ水足して。よいしょ。はい、まあこんな状態で、お好み焼き粉で、ちょっとドロッとした状態作りますね。はいはい。でこれにじゃあまた新しいの買ってきたよ、ホロケロチーズね、よいしょ。さあこれにですね、このまあ粉と同量ぐらいのチーズをたっぷり入れて、よいしょと、でこう混ぜ合わせると。そしたらこのまあ粉のあれでまあつなぎにもなりますし、まとまりやすいですよね。で半分ぐらいチーズが入ってるんで、そのチーズも溶けていい感じにこう固まってくれるといいなっていう、でこれはもう一つの考えてきた作戦です。はい、はい、粉ととろけるチーズを1対1ぐらいで混ぜました。はい、そうしましたらこれをフライパンで焼くんだけど、これだとまあ油ね、なしで焼くのちょっと難しいかと思うんで、これにはねちょっとそのコーンに相性のいいバターでちょっと焼いてみたいと思います。はい、そしたらね、今回はお好み焼きの粉の力を借りてどうにかやってみたいと思います。でまずね、まあこれも弱火でバターこれね 10g で、これをバター溶けたらバターの風味をつけながらこれを焼いていきたいと思います。でこれはこうドヒャーってでかいのしないで、ちょっとね裏返しにしたいんで、やっぱり返して両面焼きたいんで、ちっちゃめにこうポーションでこういう風にこう作っていく作戦でいきますね。さあバターが溶けてきたら、はい、そしたらこれをね、先ほど混ぜ合わせたこの生地をこう、ね、今回はこう小ぶりに作っていく作戦です。今回はどうなるか楽しみですね。いやいやいや、もうなんとか成功させたいですね。よいしょ。さあある程度火が入ったら、でフライパンを動かして 動くような感じになったら、フライパン返しで一回ひっくり返しますね。よいしょ、こんな感じで。さあそしたらね、パリパリ焼きなんで、こうやってこう少しねこう押さえながら、こうちょっと平ったくしてあげますね、少し。
よいしょ。でね、こうやってフライパン返しでこうやってやると、こういうふうにこう粉がこう溢れてきますよね、こうやって。でこれだと中が生な消化なんですね。これだと火が通ってくると、こうやってこうグッと押さえた時にこういうふうに中からこう粉っぽい水が 出なくなりますから、それがまあ一応火が全体的に通った目安となります。でそしたらね、これをねコロ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 ちょっと転がしながら、じっくり焼いていきます、弱火で。さあこんな感じでね、しばらくこう気長に焼いていくと、ね、先ほどまでこうやって上から押さえたらピューッと白い粉が出ましたね。それがもう完全に白い粉が出なくなって、こうちょっと油が浮き出るような感じになってきます。ね、こうやってグッと押さえると、よいしょ、ね、こうやった時にギューッと押さえると、ここで白い粉が出ない、ね、はい、ここまでしたらもう完全に火が通っている状態なので、はい、もうこれで完成、完成です。さあそうしましたら、これをお皿に盛り付けてね。そうですね、やっぱ粉が入ってる分、まあ、パリパリっていうか、もうせんべいみたいな状態ではないですけど、まあなんていうのかな、うん、表面も結構ねカリッとしてる。よしってことで、これでよいしょと、はいはい、こんな感じで、まあ一応リベンジというかね、できました、形になりましたということで、コーンのチーズのパリパリ焼きの完成です。よしはね、早速ね食べてみたいと思います。ね、今日の感じはねこんな感じなんですよ。これがね、まずチーズだけで焼いて、もうローリングしたやつね、これはもう冷たくしてあります。でこちらがもう今焼きたての、これはあの粉使ったバージョンで、バターでこうやったやつです。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした、乾杯。おいしい、もう一緒おいしいってことで、今回はどんな感じ。前回のグローブはね、あれはあれで面白かったけどね、今日はそれを踏まえていろいろ実験やってみました。でね、まずこれじゃああったかいやつからね、いってみますかね。この見た目ね、こんな感じですよ、こんな感じね。じゃあいただきます。これはお好みの粉とチーズ半々割りね、でバターで焼いたやつ、いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しいこれすごい美味しいな。あ、これ味のバランスいいな。チーズも感じられるし、そのなんていうかな、チーズせんべいみたいなパリパリとはまた違うんですけど、表面しっかりカリッと焼けてますんで、それなりのこうサクッとサクッとパリパリ感がありますね。これはまあなかなかおつなやつできましたね。これ何にもつけなくても美味しい。でコーンの甘みとベーコンのあれで味のバランスもいいですね。でお好みの粉なんで、まあ結構その出汁の成分もありますから、味としてはもうしっかり味ついてる感じです。いいのでしたね。でまあこっちはね、こっちなんですけど、これはチーズのみで、まあクッキングシートでね敷いて、でまあひらめいてこうちょっとローリング状にしてみたんですけど、この状態で周りはパリパリなんだけど、中は若干そのチーズが柔らかい状態で巻きましたね。じゃあ早速食べてみたいと思います。もう生チーズクレープみたいな感じだね。いただきます。これまためちゃめちゃ美味しい、2連発まあね、これはチーズがものすごいダイレクト、チーズのお菓子って感じだけど、この、まあ、当初僕がやろうとしてたパリパリせんべいとは程遠いんですけど、またちょっとね違う味合いがある。周りが焼いてるから周りは若干やっぱりパリパリしてるんですよ。だけど中はしっとりが残ってる。でそれにコーンね、だからその味わいもそのしっかり入ってるし、
でちょっと柔らかい部分と少しこう焦げたビターなところと両方味わえるこのロールにしたことによって、うん、これはこれでまたね、おつなつまみだね。これはもうワインとかにめちゃめちゃ合うんじゃないですか。まあただこれをね、まあやっぱり今回の理想とは違いますけど、まあ副産物でまあ面白いのができちゃって感じですよね。で、まあ今回の狙い通りパリパリしたチーズ焼きの中にコーンが入ってるっていう意味ではまあこっちの方が近いんですけど、まああのなんていうのかな、うん、一番最初イメージしてたのはとかしたら両方とも違いますけど、でも目的は達成できたと思う。あのパリパリ、まあチーズコーンを入れたパリパリ焼きね、うん、やっぱりね思ったのはコーンそのものがやっぱ水分量多いしちょっとボコボコして大きいじゃないですか。だからそれをまあくっつけながら焼くとなるとやっぱコーンの水分もあるからそう簡単にパリパリには焼けないんですよね。やっぱしっとりが入っちゃうから、だからそのチーズをパリパリさせながらコーンを入れ込むっていうのはなかなかその難しい技術なんだなっていうのは分かりました。まあ今回の検証で、まあ、僕の爪が甘くてね、いやもっとねこうやれば絶対うまくいくよっていう方法があるかもしれないんですけど、もしそういう方法これだ、こうした方がいいんだぜっていう方法がちょっと思いついた方はぜひね、ちょっとそのコメント欄でご指導願いたいんですよね。そしたらまた、さらにそうかやってみようってもの意見があったらちょっとねまたチャレンジして、まあ、より理想に近づける努力はしていきたいと思いますね。まあけどまあその完璧ではないまでもものすごく美味しいものができました。これはもう本当にもう単純なんだけど、つまみにもおやつにもぴったりですね。これはもう子供とかも絶対大好きな味ですからね。これはうん、美味しいでもってこれはこれで形も綺麗だしね、おしゃれ感もあって美味しい。うん、こっちチーズ 100% だからね。うん、ということでまあ前回のこのグローブ事件ね、うん、使い古しのグローブみたいなカチカチのあれあのやつ作った、まあリベンジ動画ってことで、まあ一応ね完璧な理想にはいけなかったけど、もうちゃんとした商品、まあなんていうかな、うん、まあなんていうかな、形として成立する料理を作り上げることがまあできましたってことで、今日はこれでリベンジとさせていただきます。まあそういうことで、今回のパリパリチーズ作りね、コーンのパリパリチーズ焼き決着つけたぜということで、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。